やほやほーどうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうでございます。はい、皆さん、はい、今日はですね、みほたんのソフトテニス成長日記の回なんですけど、ちょっとスタートは私からお送り、言葉が出てこない、テロップ頼む。はい、ってことで、みほたんのソフトテニス成長日記の回なんですが、今回みほたんと、まあ、れんにゃんともみほたんとも会えないということで、みほたんには宿題を出そうかなと思いまして、っていうのは、まあ、ボレー練習を踏まえて、こちらを用意しました。セルフボレーマシーンっていうのかな、ボレーマシーンというか、こちらを用意しましたので、みほたんに送りつけて、これでボレー練習をしてもらおうかなと思います。で、こちらのやり方なんですけど、ストリングの部分に、つけるんですけど、これね、真ん中にね、つけてしまうとダメなんですよ。ボールってこう重みで下に来るんで、全部ここに当たっちゃうことになるんで、あのコツは、うまくやるコツはこの金具をこのちょっと上ら辺につけます。で、ボレーの構えでしっかり打つ。で、ちょっと一回やってみますよ。これ結構怖くて、ちょっと後ろから見るとこんな感じですね。でもこんな感じになるんですけど、まあこちら意外とね、難しいです。コツはしっかり面をまっすぐ出すこと。まっすぐ、面がこうなってしまったり、こうなってしまうと、このあちこちボールがいっちゃって続かないので、しっかりまっすぐ出す。まっすぐ出して、まっすぐ出して、しっかりまっすぐ面を出せば、あの、しっかり戻ってくる。で、もう一つのコツは、リズムですね。リズム。リズムってちょっと難しいんで、僕の場合は、この足でちょっとタイミングを取る感じですね。足でちょっと軽くね、こうやって、トン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 、足のクッションをちょっと使いながら、実際にボレーに行くときに、溜めて、ポンっていく感覚の足のクッションを軽く。本当にこう、ボレーに行ってますよっていう感覚で、打ちます。しっかり構えて。まあこんなようなね、コツをまあみほたんに言ったんで、まああとはみほたんがどういう風に解釈してどういう風にやるのかは、ちょっとこの後の動画僕もわかんないんでね、あの動画が出来上がったら僕も見ることになるんですけれど、みほたんのソフトテニス成長日記をご覧あれ。あゆたろうチャンネル、みほたんでーす。今日はあゆたろうに宿題を、あのこの間宿題やってこいって言われたので、宿題をやっていきます。できるかわかんないけど頑張ります。ソフトテニス成長日記始まりよ。わかんない、なんかビョンビョンするんだって、こうやってビョンビョンするのをやってこいって言われたので、あ、ついてるついてる、こんな長いんだって。魚釣りできんじゃん、こうやってこうやって、うわうわ、顔面くるやつじゃんこれ。ほら、ちょっとちょっと意外と上手いんじゃない。足逆？そうか。これ、ここは、もう最初のね、これ、これが難しいよね、最初の安定するまで。あ、ちょっと安定してた。上行かない、よ！やばい、ほんの集中力がもう切れた。上に上がんないよね。当たる位置が下なのかな。あゆたろうチャンネル。怖い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 、当たってる。だってどこ、あ、今ここにあったよ。だってどこ、だってやばくない。うまい、いくよ。怖い怖い怖い、もう
もうすでに当たってないもん。どこ？落ち着け。ほら。絶対今逆に当たった気がする。あゆ太郎チャンネル。大変な時期だけど、こういうね、セルフボレーっていう練習ができるなので、ぜひぜひこれに。これをやってね、過ごしてください。ミホタンも頑張ります。バイナー。ミホタンでーす。ピースしてもらいます。昨日、ミネ、ここで出て、よろしくお願いします。